セントクレア軍はアメリカ合衆国イリノイ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は27万56人であり、2000年の25万6082人から5.5%増加した。軍庁所在地はベルビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。セントクレア軍はセントルイス大都市圏のメトロイーストに位置する軍である。 1970年の国勢調査ではアメリカ合衆国の人口重心がセントクレア軍にあった。セントクレア軍は今日のイリノイ州で最初に設立された軍だった。実際のところイリノイ州が存在する前に別の生態として存在していた。北西部領土の初代知事だったアーサー・セントクレアが1790人に宣言を発することで 軍が作られ、自分の名前を付けた。当初の領域は、マッキノの川とオハヨ川の間の広大なものだった。1801年、ウィリアム・ハリソン知事が、インディアナ巡州の一部として、セントクレア軍を再設立した。北は、スペリオルコとルパートランドとの国境まで伸びていた。イリノイ巡州が創設された1809年、巡州州、 ストム長官のナサニエル・ポープが、巡州知事を代行する形で、イリノイの最初の二軍として、セントクレア軍とランドルフ軍を設立する宣言を発した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は674.03平方マイルであり、このうち陸地657.76平方マイル。 水域は16.27平方マイルで、水域率は2.41%である。軍西部はアメリカンボトムに位置している。以前は工業化が進み、人口の多かったイーストセントルイスなど、軍内の都市は都心の荒廃と草原化が進み、農地や基地と隣り合わせになっていることが多い。セントルイス都市圏のミズーリシューガー郊外部とは異なり、メトロイーストの地域は、 通常の地とは分離されるか、あるいは工業の衰退後に未開発で置かれている。ミシシッピ川段階の上にあるセントクレア郡、中央部は特にベルビル市とその衛生都市で毎年新築住宅が建てられ、公害化が進んでいる。郡の東部と南部は人口が少なく、古く小さな町が散在し、大きなトウモロコシや大豆の畑の間に新しい、 小型郊外型村落がある。主要高規格道路公共輸送機関群内には、セントルイスメトロリンクのレッド線とブルー線が、通っており、夏季11の駅がある。近年、群長所在地である、ベルビル市の平均気温は1月の下市22度から7月の下市90度まで変化している。過去最低気温は1977年1月に、記録された下市27度であり、 過去最高気温は1954年7月に記録された下肢110度である。月間降水量は1月の2.02インチから5月の4.18インチまで変化している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。セントクレア軍は下期21の軍区に分割されている。イリノイ州共生省の運営する南西イリノイ共生センターが 軍内イーストセントルイス近くにある。ありがとうございます。